これをやってると、だから目で見て対応するができるようになるんですよ。予測じゃなくって、目で見てから反応するをやった方がいいね。割と練習方法を間違えると、下手になっちゃったりすんのよ。一番怖いんだよね、それが。変な癖がついちゃうっていう。だけど俺が今言ったやつは変な癖つかないから、任せてほしい。で、あと、一番大事なのがもう一つあって、手を温めるついでにやるわ。説明も。俺がやる練習。では、やっていきましょう。私が毎日やってることなんですけど、まずね、全武器やるんですよ。例えば、ネメシス。ネメシスだったら基本的に2倍とか4倍使うんで、で、マガジンはつけますね。で、マガジンなんでつけるかっていうと、その32発だったら32発分のリコイルがあるんですよ。だからこれはつけないといけないです。そう、リコイルが変わるんで、20発の練習とかしてると何が起こるかっていうと、残り12発が制御できないっていう人間が出来上がってしまうんで、必ずマガジンはつけましょう。で、まずこれでこういう風に倒します。で、この倒すときなんだけど、これちょっとね、一工夫あって、目つむります。目つむって、視点を適当に動かして、目開けた瞬間に、スッて合わせる。スッて。で、撃つ。こうやって、いじむか。目閉じて、スッて合わせる。これをやります。全武器で、まずね。まず、全武器。これすごい大事ですね。やりましょう。でスコープはまあ自分が普段よく使いやすいんじゃないかな。目つぶるってのはちょっとどういう状況かって分かりづらいと思うんで、ちょっとね、お見せしましょう。結構言われるんでね、それどういう練習してますか？次はボルトかな。ボルトとか取り手持っといて、まあ、マガジンはつけます。で、まあ取り手こっちでいいか。で、まず、目つぶります。目つぶって、こうね。あ、後ろ向いてもいいよ、全然。後ろ向いてもいい。目閉じて、目開けたら、こう、わかる。違うとこあると。時に、スッて、スッて合わせて狙う。目閉じて、目開けて、スッて合わせて、バンバンする練習。で、まあ、動いてもいいね、別に。目閉じて、動いて、合わせて。俺はね、ぶっちゃけね、止まって打ってもいいし、動いて打ってもいいし、どっちでもいいな、正直これは。まあ、五分五分ぐらいっていうか、半分半分ぐらいでやっていいんじゃないかなと思ってる。レレレしながら打ってもいいし、レレレせずに打つのも半分ぐらいやった方がいいんじゃないかなと思ってるんだけど。まずだからこれを全部やります。エルスターも目つぶって、適当に動かして、開けた瞬間合わせて打つ。こうやってね。こんばんはー。取り手持ってんのにやっちゃった。まあ、いいか。こうやって。フラットラインとかも、まあ、全部だ。本当に全部やります。これで全部やります。って、全部やったら、何をするかって言ったら、全部やりましたってことね。全部やります。ってやったら、次は、まあ、自分がね、一番好きな武器を持ちます。自分が絶対持とうって決めてる武器ですね。まあ、ショットガンは、ショットガンボルトつけた方がいいですね。これもね、反動変わっちゃうというか、練習速度上がっちゃって、慣れないとマジでできないんで。で、これをこうやって、やっていくわけですよ。目つむっての繰り返し で。そうだね、設定はこう。ランダム設定。立つ、走る、射撃はオフ。で、ミシックのオンですね。そこの状態でやりましょうね。で、目閉じて、開ける、打つ。目閉じて、開ける。これの繰り返し。これを200キルします。200キル。200キルね。で、このランダムのレレレなんだけど、これ一つちょっと注意点があって、大きいエムするとこって来ちゃうの。敵がこうやって。わかる？こういう感じで。これやめた方がいい。どういうことかっていうと、追った方がいいね、ちゃんと。こんばんはー。こういう感じでわかるかな。ちゃんとトラッキングするいうイメージを持った方がいい、こうやって。どうしてもやっぱ精度を上げたくなっちゃって、置きエイムしちゃう癖ができちゃうんですよ。でも置きエイムって強いけど、相当余裕がある場面でしかできないっていう話なんで、結構ね、もったいないことが多いんですよ。相手からめっちゃ被弾しちゃって、で、相手がレレーしてこなかったら、エイムやってた意味がなくなっちゃうってことがあるんで、なるべくね、まあ、ランダムレレーは追うイメージを持った方がいい、ちゃんと。これをやってると、だから目で見て対応するができるようになるんですよ。どんな動きをされても、
こうやって、わかる？すぐにこう合わせ直すっていう癖がつくんで、これは絶対やった方がいい。腰打ちも同様。こうやって、打ちながら、こうやって合わせ直す、こうやって。合わせ直す。こんばんはー。配信お疲れ様です。こうやって合わせ直す。必ずこれやりましょうね。そう、合わせ直すってのが大事です。こんばんはー。そう、回数上がりすぎですよ。あのね、これ絶対やった方がいい。こうやって。あの、もはや敵を突破するぐらいでいい。そうするとこうやって、だん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 慣れてきて、当たるようになってくるんで。こういう感じで。ちゃーんと、予測じゃなくって、目で見てから反応するをやった方がいい。慣れてくると本当にもうノータイムレベルで終えるなんか終えるようになるから、まあ、ノータイムはもう無理なんだけど人間じゃ。だけどそうほぼノータイムかなってぐらいあの勢いよくできなってくるんで、こうやってこれ絶対やった方がいいね。でこれをぐるーって一周して、そう覚えさせる。そう200キル仕切って、あ200キルでもいいか。そしたら、まあ、今度はね、もう100キロをこう逆方向でやってもいいよね。そうしないと、右方向からしか打てなくなっちゃうって癖がついちゃうんで、そう、いろんな方法でやった方がいい。そういろんな方向から、例えば左側からやった方がいいとかね。右側だけの練習だったら危ないんで、ちゃんとこういう練習をした方がいい。こっちから行ってみたりもいいし、これを毎日やる。で、時間がない人は50キロでも20キロでも何でもいいから、とりあえずやる。この目つむりを。そう、目つぶって、合わせて、こうやって打つ。目つぶって、って。あ、でもね、わかりやすく言うと、目つぶって、合わせて、こう。エイム練習してると、いや、ヘッショ狙わなくていいよ。エイペックスはヘッドショット弱いから。クレーバーでギリじゃない。クレーバーとかスナイパー系と。今、ヘルメットが強くなりすぎて、ヘルメット、ない時なんてほぼないから、ちょっとわざわざ乗せる必要ないね。前はねあったかもしれないけど、今は特にいらないね。であと一番大事なのがもう一つあって、精度見ない。これあ、そう、慣れてくるとワンチャンヒューズとマギー見えてくるかもしれないそうだねそうだね、そうそう、だんだんと、これをね。で、本当にさ、精度を見ない。精度を意識しちゃうと、こうやって、わかる？こうやって打っちゃうんで。こういう感じで。これってさ、実践でやんないじゃん。多分実践でやるのって、これぐらいの練習速度なんだよ。これでやった方がいい。これで、70% とか 80% 保てるようになったら、もう無敵だよね。だって俺、こんな外してるの 70% なんだよ。だから俺倒せんの。そう、あるでしょ。だからそれを、だから自分が苦手な部分をちゃんとやんないとダメ。自分が苦手だなと思える場所。例えば、だから自分は止まって打つのが苦手なんだよなって言ったら、止まって打つ、こうやって。フォロー。全部やりましょうね。自分が苦手と思う部分を。そう、で、練習でできなかったら、本番で絶対できないんで。そう、よく、なんだろう。本番しかやんなくていいって言う人もいるんだけど、そもそも練習でできなかったら、そう、何度も言うけど、本番じゃ絶対できない。だから本番を練習試合みたいな感じでやってるんだったらいいよ、別に。だけど、でも俺はそれでもだと思う。どんな上手い人ですらさ、野球選手とかだってさ、キャッチボールするじゃん、最初に。肩壊れないためにとか。そういうイメージだと思ってる。ゲームもその例外ではないと思う。必ずルーティーンじゃないけど、フォーム確認した方がいい。今日はこういう感じだなみたいな。ってぐらいかな。そう、これを毎日やってるだけ。本当にこれ以外ない。でたまにちょっとチームデスマッチ潜ったりするんだけど、まあそう、終わりましたっつって終わったら、まあランク行ってみたり、コントロール行ってみたり、まあ俺は大体は、まあリバイバルとかそういう、だからカジュアル系をちょっと6試合とかやって、の後にランクかな。で時間ないとは、これを1試合とかにしてもいいかもしれないです。1試合、2試合やって。で、あとね、ランクよりね、こっちの方が上手くなる。実際、その打ち合いが多いから。こっちとか、コントロールとかね。その、ランクはね、打ち合いが少ないから、
相当キルムーブしないと練習にならないと思うわって感じかな。そう、これが流れですね。これを毎日毎日やるだけで上手くなる。そう、で本当に時間がないって人はもう20キルでもいい、10キルでもいい、5キルでもいい、必ずやるっていうのが大事ですね。そう、必ず必ず毎日やってれば絶対上手くなる。そう、上手くならないっていうのはね、もうありえない。そうだね。なんか立ち、ね、ランクもな、減りが早すぎてな、なんかちょっとあんまなんだよな、ぶっちゃけ。あんまり練習にならないんだよな。例えばね、俺、ネメシス今苦手だからね、ネメシス練習しとこうってこう、打ってみたりね。こういう感じで。絶対力になる。そう、絶対に。あのね、しかも、割とこれすごいのが、結構早い段階で効果出る。で、この練習方法だったら、下手になんない、しかも。割と練習方法を間違えると、下手になっちゃったりすんのよ。一番怖いんだよね、それが。変な癖がついちゃうっていう。だけど、俺が今言ったやつは変な癖つかないから、任せてほしい。そう、目つぶりに関してはマジで、下手になるどころか、どんどん上手くなってくんで。すごい地味だけど、これやるだけで、もう目に見えて、おおってなりますよ。俺はなった。マジで全然ちげえって。で、例えば俺モザン、中距離下手だなと、中距離下手だなっつったら目つぶりして、ここら辺から目を開けて合わせる。これぐらいの距離下手だなっていうから、やっぱこれぐらいの距離を練習するとかね、こういう感じで。そう、近距離は当たるからちょっと遠距離練習しとくかとか、自分でどこが苦手かってのをね、ちゃんと理解する。あとね、これのいいところは言語化しやすいね。あの、だから言語化する癖がつくというか、練習になる。あ、俺こういうところが苦手なんだっていう、なんかうまくいかねえんだよなじゃなくって、何が悪いのかってのが、あの、しっかりわかると思うんで、この練習はね、本当にね、いいんじゃないかなって感じはするよ。そう、俺は純粋にこういうエイムが下手なんだと。例えば、その、とっさに合わせるだから、うわ、びっくりしたってなった時のエイムだよね。あれを下手なんだよなーって言ったら、それ練習していいし、っていう。逆に、その、しっかり狙って当てるの苦手なんだよなーって言ったら、その練習してもいいもん。これです。これが最強ですね。ぜひぜひ、やっちゃってください。動画にするんだよね。それも見てください。